1942年7月、悪天候上空を飛行中のアメリカ飛行艇に発見されたゼロ戦は、鹵獲され、悪天ゼロと呼ばれた。初の飛行可能なゼロ戦を手に入れた米軍は、米軍機との同一軌道テスト、格闘戦テストなどを繰り返し、特性や性能が明らかにされていった。米軍のテストパイロットは、ゼロ戦は旋回性能、上昇性能が優れているとする一方、高速時の特に右ロールの旋回性能と急降下性能に米軍機の優位性を報告している。1945年2月、タキシング中だった悪天ゼロは、コントロールを失った米軍機のプロペラで切り刻まれ、残骸となった。部品や破片の一部は回収され、アメリカの博物館に保存されている。小型忠義1尾相と悪天ゼロをアップしました。ご興味がありましたらどうぞ。